はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、前回に引き続き今回も福袋開封していきたいと思います。はい、前回マージーの福袋で、まあ、ちょっとね、思ったよりもっていう感じの福袋だったんですが、今回はスライということで、スライもですね、まあ、ぶっちゃけ当たり外れがすごい大きいブランドだとは思うんですけど、ちょっとね、癖のあるものとかも入ってたりするので、それが可愛いものとかだったら嬉しいかなっていう感じでございます。ということで、早速スライの福袋を開封していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、今年のスライの福袋、じゃじゃーん、こちらでございます。今年はなんかこういったヒョウ柄の福袋でございます。結構ね、重みもしっかりとありますよ。まあ、去年もね、スライの福袋購入したんですけど、やっぱスライとマージーは結構合計金額とか、それがすごくお得な印象があるので、今年もね、ちょっと楽しみですね。合計金額出していきながらやっていこうと思います。はい、ではスライの福袋を開けていきます。せーの、オープン。じゃじゃん、じゃじゃじゃん、見えるかしら。じゃん、こんな感じです。あ、なんかニットが見える。そう、前回のマージーね、厚手のものが入ってなかったんですよ。結構春夏向けかなっていうものが多かった気がするので、ニットが見えたので期待ですね。少しでは早速見ていきましょう。まず一つ目が、じゃん、こちら。これがニットですね、ブラウンの。前回もね、やっぱブラウンがすごい多かったですよね、マージー。じゃん、こちら。あ、これは普通に可愛い。普通に可愛い。普通に可愛いって言われたけど。あ、めっちゃいい、これ。すごい使えそう。ブラウンのちょっとハイネックのニット。しかもこれ、後ろが切り込みが入ってて、生地もめっちゃ柔らかい。なんかほんとチクチクとかもしなそうな生地。めっちゃいい、これ。嬉しい。デニムとかとも合いそうなカラーで、とても使いやすそうなブラウンカラー。ちょっと丈感は短めかなになっています。あ、でなんか糸もちょっと木っぽい感じで、いろんな色が混じったような感じの糸になってるから、結構今時っていうか、今っぽい感じのニットじゃないですかね、これ。かわいい。クオリティガランティッドアイテム。イタリアン。なんかあれなのかな、いいやつとかなのかな。でもほんと生地マジで気持ちいいです、これ。これ結構着そうな予感がする。袖もすごいボリューミーでめっちゃ可愛いんですよ。で、袖口はこうすぼまってる感じで、ふわっとしたシルエットになりそうなニットですね。こちらのお値段が7700円でございます。ちょっと幸先は良さそうな気がしますが、続きまして2つ目、じゃん、こちら。お、かわいい。オレンジだけど、結構明るめなアプリコットみたいな感じのカラーだけど、結構かわいいかも。じゃじゃん、こちらでございます。シャツですね。あ、でもこれすごい使えそう。ちょっと古着っぽくないですか。なんか80年代とかそんな感じのシャツ。こういうちょっとなんて言うんでしょう、明るめのパステルまではいかないけど、かわいい。これ、これになんかちょっとふわふわな感じのパーマっぽい感じのヘアスタイルとかで、デニム履いてとかでもすごいかわいいですよね。絶対なんかハンチングとかも似合いそうじゃないですか。これもすごいかわいいな。いい色。あんまりこういうカラー着ないですけど、オレンジだからまあ調整もしやすそうで、まあ、なんかニットの下だったりとかに着て襟ちょっと出したりしてもかわいいと思います。とてもこのカフスのところがちょっと長めかなになってて、ボタンもブラウンでかわいい。生地感は結構スンとしてるっていうか、なんて言うんだろう、ちょっと張りがあってスルッとした感じの生地っていうのかな。でも上品すぎないからカジュアルな洋服にも合うし、これ使えそうな気がする。お、スライいいですね。こちらの値段が8990円でございます。でもこっちのシャツの方がさっきのニットよりも高いんだ。じゃあ続きまして、3つ目がじゃじゃん、こちら。なんか本当にあれですね、ブラウンが多いな今年。どっちともマージーもスライも今のところほぼブラウン。じゃじゃん、おお、すごい。すごい。これはシアーのトレンチコートかな、コート、普通にコートか、ベージュの。面白い。こんな感じのロングコートですね。こんなのあるんだ。まあ、でもシアーは去年とか一昨年ぐらいから結構夏にトレンドになっているので、これは割とトレンドライクな感じのコートなのではないでしょうか。まあ、ただ私は挑戦したことがないジャンルなので、ちょっと難しい気もするんですが、なんだろう、キャミワンピとかに合わせたら可愛いのかな。この後ろから見た時にやっぱトップスとボトムスで分かれてるものを着ると、そこの境目がちょっと気になっちゃいそうかなって思うので、これはなんかワンピースとかに合わせた方が可愛く着られそうな気がします。面白い、こういうのもあるんですね。これはあれですね、ちょっと腕を試されるというか、上級者向けの香りな気がします。サラッとしてて夏とかはすごい良さそうかもしれないですね。暑くもないし。こちらの値段が9990円でございます。では続きまして4つ目、じゃじゃん、こちら。お、これも
ツかな。またまた暖色ですね。じゃじゃーん。これはね、なんかむちゃくちゃ薄いイエローですね。結構テロッとした感じのシャツで、袖結構ゆったり作られてますね。ちょっとオーバーサイズな感じかな。パッて羽織る時とかに着れそうなシャツ。なんかこういうのとか結構夏とかキャミにパンツ履いてこれをパッて羽織るみたいな感じでも着られそうなシャツですね。ちょっと透け感があって、なんかシアまではいかないけど、でも分厚くもなく透け感のあるサラッとしたシャツになってます。この色おしゃれだな。すごい薄めのクリーム色で顔色がパッて明るく見えそうなカラー。ボタンもこれシェルボタンになってて、ここもちょっと夏っぽい感じがあって可愛い。私は普段あんまこういうの着たことないんですけど、でもなんかいいきっかけになったというか、挑戦できるなっていう感じですね、この機会に。これ結構形が面白くて、後ろがちょっと長めになってます。のために作られてるアシメみたいな感じかな。こちらの値段が6360円でございます。続きまして5個目がじゃじゃん。お、なんでしょう。ええまたシャツ色違いかな。ベージュのシャツ。あれ、これどっかで見ませんでしたっけ色違いかな。さっきのこのこれと色違いじゃないですか。このオレンジのシャツと多分色違いな気がする。こっちのカラーもでも可愛いですね。落ち着いた感じで、マジで色違いだ。こんなことあるんだ。福袋に色違いの商品が入ってるみたいなこともあるんですね。でもこれすごいいい色ですね。大人っぽく着れそう。何でも合いそう。そしてどんな色にも合いそうな、すごい万能なシャツですね。こちらも8990円でございます。続きまして6個目がじゃじゃん。こちらは、あ、フーマの文字が見えます。これはコラボアイテムですね。じゃじゃん。あ、かわいい。私これ好き私これ好き。タイトスカートで、しかもちょっとなんだろう、やっぱプーマとコラボなのでスポーティーっぽい感じの素材でできてて、これかわいい。普通にまあ色はちょっとあんまり普段挑戦しないカラーですけど、これ自体はすごく使えそう。へえ、これもあるんだ、かわいい。後ろにはこんな感じで、2020リミテッドエディションだから去年のものかな、一昨年かも。ものですかね。かわいいかわいい。中もこんな感じでメッシュ素材の裏地がついてて、前のところにはこのプーマのマークがついております。これもベージュイエロー、ベージュイエローみたいな感じかな、のスカートが入っておりました。こちらの値段が7990円でございます。続きまして7個目がじゃじゃん。こちらじゃじゃん、こんな感じです。おお、すごい。これワンピースかな。これはちょっと私はあんまり普段着ない系統ですね。でも素材もすごい変わってて、ふわふわとした素材がついてて、袖口もこれエロワになってる。すごい面白い。首元はキーネックになってますね。マスタードカラー、すごいアクセントになりそうなカラー。なんかあれですね、成人式とかに着れそうな感じの、ちょっとドレスアップした感じのお洋服ですね。すごいサラッと着れそう。わかんないけど結婚式の二次会とか、わかんないけどとかにも良さそうな感じなのかな結婚式の二次会とか私あんま行ったことない、あんまってか行ったことないのでまだわかんないですけど、よくなんかでもそういう時にも着れそうなんじゃないかなっていう気がします。袖もちょっとこうふわっとした女性らしい感じの袖になってます。これが9900円でございます。では続きまして8個目がじゃじゃん。こちら、お、これはじゃらん。お、お、なんかすごい、ん、こういうデザインなのか。これがね、あ、こうなるのか、ねじれてるこっちが。まあなんかワンピースってよりはトップス、ロングトップスみたいな感じ。結構スリットが深めに入ってるので、なんか中にデニムとかを履いて着る感じだと思います。でも確かにこれちょっとスライっぽい感じですね。アクセントのあるトップスになっております。やっぱ夏って T シャツにボトムっていうワンパターンになりがちな時期だと思うので、こういうちょっとデザイン性があるものとか1個持っておいたらコーデにバリエーションも出るんじゃないかなっていう気がします。色もすごい可愛いですよ。これベージュよりももう少し明るくて、オートミールみたいな感じの色かな、オートミールカラーみたいな、すごいサラッとしてて着やすそうなトップスです。こちらのお値段が4990円でございます。ではあと2つありますね。続きまして10個目かな、がじゃじゃん、こちらでございます。紫、紫ですね。あ、すごい生地がいい。じゃん、あ、ハイネックだ。あ、これ使える、かわいい。これ普通にかわいい。
こういうのはねマジで冬とか大活躍するんですよ。カラーのタートルとか色もめっちゃいいですね。しっかり紫な感じでとても可愛い。生地が何よりいいですよ。もうなんだろう、ツルツルサラサラふわふわって感じで、結構薄めな生地でシアーっぽい感じのタートルなので重ね着で使うのがいいと思うんですけど、シアートップスよりもシアーっぽくなくてでも透け感があってって感じで、すごい安そうなトップス。これはいいわ、可愛いです。ネックになっててね、このスウェットの中とかに着て首だけこうチラッと見えてても絶対可愛い。こちらの値段が5990円でございます。では続きましてラストがじゃじゃん。おー、なるほど、マスクが入ってました。マスク今ならではって感じですね。あ、めっちゃシンプルだ。めっちゃシンプルなカーキのマスク。あ、でもこれは普通に嬉しいですね。生地もめっちゃいい、色合いもすごい綺麗な色ですね。こんな感じで、あ、すごいいいわ、めっちゃフィットする。これはちなみにスローバイスライっていうちょっとデザイン性のあるブランド、スローバイスライ、大人向けって言ったらいいのかな、なラインがいつだったっけな、出たんですけど、そのマスクですね。だからすごい物とかは良さそうな、生地もすごい良いです。マスクこれは普通に嬉しいかも。なんかちょっと買い出し行く時とかに使えそうかなって思います。これが990円でございます。はい、ということで以上がスラヤの福袋でございました。いや、私的に結構今回の福袋はなんだろう、やっぱメインとなるものはそんなになかったような気がしますが、外れでもないんじゃないかなっていう気がしました。ぶっちゃけ前回のマージーはちょっとなーって思うものが多かったんですけど、今回のスライは割と普通に着れそうだなって思うやつとか可愛いなって思うものもあったので、とても良かったんじゃないかなという気がしております。ということでスライも合計金額を発表したいと思います。7,220円でございます。前回のマージーに引き続き7万超えっていう、もう8万弱ぐらいのお洋服たちが入っておりました。まあこれが1万1000円で買えるっていうのはすごくお得だなっていう風に思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆様なんかみんなも福袋もし買ったっていうのがあればぜひ教えてください。ここ良かったですよとかいうおすすめもあればぜひ来年の参考にもしたいなと思うので、なんか情報があればぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、ということで2022年かの福袋開封動画でございました。なんかみんなも一緒に開封してるような感覚で楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。